英団5000系電車は、1964年に、登場した、低都高速度交通英団の通勤系電車である。2004年4月の英団地下鉄民営化に伴い、東京地下鉄に継承された。本項目では一部説明で、西船橋方線当社の下2桁プラス50の、編成番号を使用している。1964年から1981年に、 かけて428両が製造された。東西線が日本国有鉄道、中央観光線との相互直通運転を行う予定であったことから国鉄車に合わせて A 段では初の20メートル級車体となった。なお、後継車の05系が登場するまでは日本の地下鉄車両の中で最も車両数の多い系列だった。設計時に 最終的な編成は、基本編成を7両編成とし、ラッシュ時には付属となる3両編成を増結して、最大10両編成で運行する計画であった。なお、この編成形態について A 段は 75kW 電動機による全電動車、国鉄は 110kW 電動機による付随車を、連結した 6M4T と編成構成の見解に、相違があり、 協議の結果、電動機は 100kW または 110kW 品仕様による 8M2T 編成とすることに落ち着いた。車両形式については、日比谷線3 0 0 0系において4000番台の車両番号も使用されていることから、都市計画第5号線とも語呂合わせの良い5000系を使用することになった。この車両の基本的な車体は、 国鉄103系がベースであり、車両性能面は3000系のマイナーチェンジ車として、コストを抑えた設計となっている。この5000系では、3000系までとは方針を変更し、経済性を重視して設計することとなった。外観は製造コストの低い通勤車とする。保守性や、消耗部の長寿命化を優先する。工場入場日数を短くするため機器を。 交換しやすい構造とする。車内は従来車程度とする。全面形状は3000形の局面構成に対し、製作工程の容易化のために三面折り妻構成の純切り妻型とした。3000形では縦並びに配置されていた前小刀と、微刀は横並びに改められたほか、前小灯は前方視認性向上の観点から、シールドビーム式を採用した。 車体構造は3000系に引き続いて、骨組みに普通鋼外反にステンレス鋼を使用するスキンステンレス車を採用した。車体の補強として設置するコルゲートは、同系列よりも簡単な形状とした。片側側面に4箇所の両開き客用扉を配し、2段式の側窓と細長い戸袋窓がそれぞれドア間に2つ、車端部に1つずつ設けられている。 側窓の外枠は二次車までは丸みを帯びているが、三次車から丸みがなくなった。側扉は戸袋への引き込み事故を防ぐ目的で、窓が極端に小さなデザインのものが絵段で初めて採用された。車体は無塗装の金属地肌で、全面、側面とも倉庫にラインカラーの帯が巻かれている。昔の等急性を思い出させるという理由で、日比谷線では、 路線識別体を採用しなかったが、東西線では、タバコのハイライトの包装紙と同色の、ハイライトブルーを使用した。このほか千代田線に投入されて、東西線に転属した車両の一部は、一時的に、グリーン体の状態で、東西線で使われていた。当初の全面識別体は、側面と同じ 115mm 幅であったが、 千代田線投入分では1970年10月からの国鉄常磐観光船乗り入れ改造時に 530mm 幅に拡大する改造を実施した。東西線用においても1971年11月から1973年3月にかけて全戦闘車の全面体を 530mm 幅に拡大した。 これは国鉄の保線作業者が曇りの日の作業時に列車接近が分かりづらいとの意見からである。当初の車両番号表記は側面のみ配置し、前面には配置していなかった。ただし、製造途中から連結機横の機き箱にペンキ書きで車両番号が記載され、その後1980年代後半に全面識別隊中央部に車両番号番が設置された。 また、1990年代前半からは、車掌台側の全面ガラスに編成番号表記が貼り付けされた。1978年以降、誘導無線の感度向上のため、東西線用では、運転席側の端部に誘導無線用アンテナが増設された。客室内装は、基本的に3000系をベースに製作した。化粧板は、濃いクリーム色、天井は、 白色のメラミン樹脂石装板を使用した。座席モケットは一人分の掛け幅は4 3 0ト、mm、ル幅で、当初はエンジ色の表地であり、座席端の仕切りはパイプで仕切るものである。3000系では省略されていた床面の種、電動起点圏外は保守を考慮して設置した。客室側窓は二段式で、上下の窓は、 同じレール上にあり上段上昇、下段上昇するものである。直通運転に備え、側窓の遮光装置は3000系の板状のカーテンドから巻き上げ式カーテンを設置した。側扉は前述した小型窓のもので、扉の客室側は化粧板仕上げとしている。天井の送風機、扇風機については、次車分類の項で記載する。車両間貫通路は片開き、 扉のついた強幅のもので妻窓を設置している。運転台については、回転式、通ハンドルで、デッドマン装置付きである。立行は1から4のオッチ、ブレーキ弁は、電磁直通式である。速度計の最大メモリは、時速 120km である。乗務員室背面仕切り下では中央に、乗務員室扉があり、その左右にも窓があるもので、車高幕は、 客室側から向かって、左側の窓と乗務員室扉窓で使用される。主制御機は3000系と同様の三菱電機製、電動化無軸式抵抗制御方式で、起動時に、自家並列切り替えを早めに行う手にや、バーニア制御による、多段方式で、パターン制御を採用している点は同様である。ただし、起動加速度は、時速 3.5km、S とし、 製造コストを下げるため主制御機の制御段数は、立行53段、ブレーキ41段とし、またノッチオフジは、ステップ戻しは行わず厳流遮断方式とした。制御方式は 1C8M 方式であり、編成は必ず電動車数が偶数になるように組まれた。主電動機は3000系の一車製造から、本形式では、同仕様のものを数車で製造することとなり、 三菱電機、日立製作所、東芝、東洋電機製造4社の共通設計となった。主電動機は、メーカー形式の他に、MM、MM-5A 型などと、A 段形式が付けられている。主電動機出力は1 0 0ットで、各電動車に4機ずつ搭載する。3000系のものを、車体大型か、付随車連結のために増強した形で、弱めかい自立は、 同じ30%である。出力こそ 100kW だが実用スペックは国鉄 MT55 に近く、しかも地下鉄用のため低騒音型である。歯車比は3000系の6.53に対して6.19とやや高速向きの設定とした。台車は製造時の1から4次車は枕バネにダイアフラム型空気バネを使用した。 民伝ドイツ式軸箱支持方式の FS358 軽台車を採用した。この台車は軸箱の前後から板羽で支えるため、台車全体が大型化している。ただし、車輪系は 860mm、軸距は 2100mm に収まっている。なお、このタイプの台車は、後年に台車枠の亀裂と製作上の欠陥が明らかとなり、 電動車は1979年10月から1987年1月にかけて S 型民電式台車 FS502 型へと交換が進められた。1990年代からは5800型にも交換が実施された。5次車からは S 型民電式軸箱指示方式の f s 5 0 2に軽台車に変更し台車全体の小型化を図った。 最終造備車となる7次車は同タイプだが、夕方ゴムパッドを挿入した SU 型民電、式台車 FS502 バイト型を使用する。基礎ブレーキ装置は片押し式のセミユニットブレーキ方式を採用し、構造の簡素化と保守性の向上を図った。その後、A 段地下鉄ではユニットブレーキ方式の研究開発を続け、1988年落成の 日比谷線03系、東西線05系以降の新系列車両で本格的な実用化につながった。電動発電機はすべての電源を集約したもので出力12区場品を搭載する。空気圧縮機は4次車まではロータリー式の AR-2 型を搭載していたが5次車からはレシプロ式の C-2000M 型に変更した。その後、 ロータリー式を搭載する車両は1980年代後半にレシプロ式 C-2000M 型へと交換が進められた。ブレーキ装置は3000系同様の発電ブレーキ併用の電磁直通ブレーキを採用しているが、本形式では T 車遅れ、米制御を併用し、省エネルギー化を図っている。改正により、義務付けられた保安ブレーキ装置はご自社から、 申請設置され、1979年7月以降、在来車も全車両が、設置改造を受けた。パンタグラフは、合体化戦隊大型で、主制御機を搭載する5200型と制御電動車の5000型に搭載されていたが、東西専用の5000系のものは、後年に撤去された。パンタグラフは、必死型搭載車は、PT-43。 F、シングルアーム式搭載車は PT-7136A を搭載していた。蒸気は東西線や千代田線の標準車両の重量を示す。千代田線北綾瀬市線用車両は蒸気の表とは異なる。前述の通り最終的な製造車両数は428両で、内訳はステンレス車が405両と、 自己代替車が2両、アルミ車が21両である。ただし、下記の製造量数に、自己代替車は含まない。車両受給の関係で5200系3両と5600系4両が、連装解除されて5900系相当の付随車となっている。ただし、関運転台は設置されていない。下記の次車分類は、東西専用を基本として記載し、 千代田線投入分の車両は別途記載する。編成量数の編成は、以下の通り増備過程は複雑であるが、基本的には編成者として、東西線用7両編成41本と千代田線用5両編成10本が製造された。その後、1977年以降に、東西線用には輸送力増強用として、中間車86両を、千代田線には、 北綾瀬支線車両年室用に中間車3両が増備された。これをもって全員426両の増備を完了するが、1981年9月14日には、千代田線用は53両のうち北綾瀬支線用の6両を残して47両が東西線に転属した。東西線最初の開業区間である高田の馬場から9段。 下妻開業用として3両編成6本が製造された。車内には外気導入系の軸流送風機が設置され、車外屋根状の通風機は八角形状のものが搭載されていた。主制魚器は重量や配線バランスを考慮して、車体中央に配置していたが、後年の B オサム工事時に二次車以降と同一形態に改造された。 車体識別体は 80mm 幅のステンレス鋼板にアクリル焼き付け塗装した帯を配置していたが、1967年4月より二次車と同様の 115mm 幅のアルミ型材体に交換した。これは次にノベル竹の塚検区における2回目の定期検査時に施行をした。当初は国鉄線乗り入れ機器は搭載していなかったが、 1966年1月から、飯田橋建築内で AT、ATS-B と信号円管の取り付け改造を施行し、同時に、先頭車運転席窓上部に、A 段段小 S マークを貼り付けた。車両搬入と飯田橋建築開業当社の東西線は、地上部がなく、他路線との接続もないため、 九段下から、竹橋間の本線トンネル上部に搬入口を設置し、クレーン車2台を用いて、約11メートル下の地下に搬入させた。1964年10月下旬から12月まで、1ヶ月半をかけて搬入させた。この区間の開業時は地上に、車両基地が確保できないため、地下に、飯田橋建築を設置し、この場所で1ヶ月検査、毎日検査、 車両を清掃などを実施した。また、同書では、車輪添削や、車輪交換ができないため、車輪踏みずらを保護するために最高速度を時速40キロメートルに、抑えて、運転をしていた。中野高田の馬場間及び断したから、竹橋間開業用として1966年1月から3月に、かけて一時車の7両編成家用中間車6本分と7両。 編成8本が製造された。さらに、同年7月から8月には、約半年後に開業する竹橋大手町、開業分として7両編成5本が製造された。二次車の合計数は115両で、東西線全体では7両編成19本の事業となった。このうち5818号車と5252号車は1978年2月の、 荒川中川橋梁竜巻脱線転覆事故で廃車となり代替車が申請されている。車体識別帯を一時車の 80mm 幅から 115mm 幅のアルミニウム型材体に変更したが、前述した通り、後に全車両の全面識別帯を 530mm 幅に拡大した。この二次車から国鉄線への乗り入れを行うことから ATS。 B 型と信号円管を搭載した。また、以降の先頭車には、全面密着連結器のもとに、電気連結器を設置した。全面方向膜位置を一時車よりも、若干低い位置に変更したほか、全面運行番号表示器の横幅を拡大した。さらに先頭車運転席窓上部に、A 段段小 S マークを設置した。一時車では3000系同様に、 主制御器を車体中央に配置し、それを挟んだ左右に主抵抗器を配置していた。しかし、奥まった主制御器の保守に苦労を要するため、以降は片側に主抵抗器をまとめて配置し、反対側に主制御器を配置する方式に変更した。このうち5016号車は試験車として、S 型民電式台車 FS364 型を使用し、 補助電源装置には、電動発電機に代わって静止系インバータを採用したが、前者は、後年の台車枠更新時に、FS500 に停台車に交換。後者は、標準の12区場電動発電機に交換されている。車両搬入と、定期検査の試行二次社の車両搬入は、 国鉄三鷹電車区に搬入し、三鷹電車区の敷地を借用した飯田橋県車区、三鷹出張所で受け取り検査、整備等を実施した。その後は、中央線三鷹日野間で試運転を行ったほか、一部、車両は、武蔵小金井電車区とヨタ派室に留置した。この時期には一時車が法定検査周期を迎えており、重要部検査を、 日比谷線千住工場で施行するため、同工場まで国鉄線経由で自力改装された。この検査に合わせて一時車6編成のうち、4編成は同車庫で7両編成化された。出場試運転、新車の性能確認試運転は、日比谷線終電後に南千住上野間で実施した。中、当時の法定検査周期は、重要部検査は1年6ヶ月。 または、走行距離25万キロメートル以内、全般検査は3年以内である。なお、国鉄線経由の改送ルートは、三鷹電車区から、中央線経由で、新宿へ、そこから山手線を経由して、上野へ行き、さらに、上磐線に入って、北千住からは、東武伊勢崎線に入り、日比谷線南千住駅へ改送するという複雑な、ルートとなった。なお、 東西線深川工場の発足は1968年4月であり、それまでの東西線車両の定期検査については1967年4月から1968年3月まで、同様の改装ルートで、竹の塚検索で定期検査業務を実施した。アルミ車について1966年製の7両、編成1本と1967年製の7両、 編成2本の計2 1両は構え体材料をアルミ合金とした試作製造車両である。A 段内部では1965年に研究、検討を始めており、アルミ合金製の構え体構造、使用経材は同時期に製造された国鉄3 0 1系と同一である。車体の材質以外は、車体寸法を客室内装、 走行機器とステンレス車と同じとされた。構え体重量は、ステンレス車の 9500kg に対し、アルミ車はそれより 3550kg 軽い 5950kg である。外波表面は、ステンレスワイヤーブラシによる、ヘアライン仕上げで、二次車の7両は、さらに、クリアラッカーを吹き付け塗装していたが、腐食が発生しやすいため、 後にクリアラッカーは剥離された。この次の3次車の14両は、火星被膜処理を施行して、無塗装化を図っている。アルミ車の3編成は営業運転時における、車体の腐食状況や軽量化による、消費電力量の削減効果の確認など、以後のアルミ車両の製作、発展に大きな役割を果たした。 大手町東洋長官開業用の車両で、1967年7月8月に7両、編成9本が増備された。3次車の車両を搬入は、深川県尺区が完成したため、隣接する国鉄総武本線越中島支線の越中島駅から深川県尺までレールを接続して連絡線とし、次に延べる4次社と千代田線用に採用を予定して、東西線で、 走行試験を実施する6000系1.2次試作車の搬入に使用された。その後、この連絡船は撤去された。車内の座席端仕切りパイプと天井からの釣り手棒受けは一体系のデザイン構成とした。車内では外気導入系の軸流送風機をやめ、将来の冷房化も視野に入れた扇風機方式を採用した。また、 屋根構造も冷房装置の搭載に対応できるように強化されているほか屋根上通風機の形状が八角形状のものから箱型のものへ変更されたステンレス車は客窓の枠が二次車までの角に R のついた形状から角形のタイプに変更されている車内の釣り手はリコ式と呼ばれるバネによる跳ね上げ式から丸岩をストラップで釣る 通常の釣り輪に変更したほか、アルミ車だけは二棚を、パイプ式から金網式に変更した。なお、リコ式釣り手を使用していた車両も後年に通常の釣り輪に交換されている。このほか、乗務員室内の配色は、クリーム色からライトグリーン色に変更した。 東洋町西船橋間全線開業用の車両として1968年11月から翌1969年2月にかけて7両編成13本が増備された。この時点における東西線車両数は7両編成41本となったほか、同線用の編成単位の増備は終了した。なお、4次車では別途する。 千代田線初期開業用の50両も含まれる。快速運転開始に備え自動進路設定装置と、車掌台側前面窓内側に、快速種別表示器を設置した。これらの装備は1から3次車にも設置改造工事が実施された。車内では、仕切りパイプ釣り手棒を受け一体デザインをやめ、一時車と同様の形態に戻された。釣り川は、 丸型から、後の標準となる三角形のものを使用したほか、以降は全車両の2棚を金網式に変更した。1969年8月25日から朝、ラッシュ時の混雑緩和のため、一時的に7両編成10本を8両、編成2本9両を編成6本化した変速編成が作られた。これは、全体の車両数を増加せずに、 車両編成を増車するための施策であった。ただし、工場を入場時には、正規の7両編成に戻すことが決められていたため、編成が変更される場合があった。東西線開業後は、沿線開発によって、西船橋方面から都心方面への乗客が激増した。このため、 1977年10月実施の輸送力増強時に一部列車を10両編成化させるための中間車を51両増備した。この結果、暫定的な8両9両編成は解かれ、車両編成は7両編成と10両編成になった。基本的には、従来の7両編成に、 申請した5 2 0 0系5 1 0 0 k 5 9 0 0型を直接組み込んで重量編成化した。この他に5900型のみを6編成分制作し、別な7両編成から抜き出した5 2 0 0系5 6 0 0型を組み合わせて重量編成化した。この7両編成から中間車2両が抜かれて5両編成となった編成は、2本を連結して重量編成化した。 この時点で7両編成14本と10両編成24本となった。5次車以降は、深川県車区の連絡レールが撤去されたため、中野駅からの搬入となった。以後の東西線車両はすべてこのルートから搬入されている。新形式の5100型と5900型が製造され、県車区内で車両を分割する必要があることから、簡易運転台を設置した。 また、コストダウンのため、トブクロ袋窓の廃止、5200軽量単の貫通扉省略や信頼性を落とさずに一部材料の材質変更などが実施された。台車は、民電ドイツ式から S 型民電式に変更し、固定軸距 2100mm から 2200mm となった。このほか新生児より保安ブレーキ装置を設置した。また、 空気圧縮機は以降、ロータリー式からレシプロ式に変更した。このほか前述の竜巻脱線事故で廃車となった5818、5252号車も、この5次車と同様の仕様で代替新造された。この車両は製造時期から5次車に両口として故障されている。1979年8月から9月にかけて重量編成の 本数を増やすため、中間車23両を増備した。この他に6次車には、千代田線用の中間車3両が申請されている。6次車の使用は5次車とほぼ同一である。基本的には、最終的には7両編成13本、10両編成27本となった。1981年10月の輸送力増強用として、 中間車十二両を製造した。この新製造備車に、千代田線から転属した四十七両を、東西線用とした。基本的には五次車以降とほぼ同一の仕様だが、台車は、夕方ゴムパッドを挿入した SU 民電、式台車 f s 五百二バイト型に変更した。この結果、東西線用の本形式は七両編成二十本、十両編成二十八本の、 計両となった千代田線には当初から電気紙直波制御を採用した6000、軽車両を投入する予定であった。しかし、当時新しい制御方式である直波制御の開発、試験には大きく時間を要したことから、千代田線最初の開業には間に合わなかった。このため、東西船用として製造していた本形式を 千代田線に投入した。ただし、千代田線での長期の運用を考慮しておらず、将来の東西線輸送力増強時には同線に転積させることを考慮していた。基本的な仕様は東西線用と同様であるが、千代田線のラインカラーとしてグリーン体を巻いたほか保安装置には CSATC 装置を搭載し、運転台計器盤上部には 大行の車内信号機が設置された。ただし、国鉄常磐観光線との直通運転時には、6000系と同系の速度系周囲に、車内信号が表示される方式に改造した。千代田線は1978年の全線、開業後は、小田急を小田原線への乗り入れを開始したが、本形式は6000系二次試作車と共に乗り入れ、対象外とされた。 千代田線用四次車1969年12月の初期開業区間用として3両編成10本が製造された。その後、輸送力増強のために中間車10両を製造し、同線は1970年12月14日から5両編成化された。なお、千代田線の車両を搬入は当初から綾瀬検築にて実施され、未開業の綾瀬北た。 戦術間は国鉄上磐線を使用する形で入出港を実施していた。1970年10月からあやっせ検で1回目の定期検査を実施し、合わせて国鉄上磐線乗り入れ対応改造を施行した。内容は前述の車内信号表示器の改造のほか、重量編成時の先頭車となる車両に国鉄型列車無線装置、 信号円管の搭載などが実施された。また、この時に、全面の識別体を1 1 5ト、mm、ル幅から5 3 0ト、mm、ル幅に拡大した。1971年3月20日の大手町、霞ヶ関駅間開業時に千代田線は重量編成運転を開始した。この時に6000系車両が営業運転を開始するとともに、 本形式は5両編成を2本を連結して10両編成化された。千代田線用6次車1979年の千代田線北綾瀬支線駅間開業用の車両を蘇生するために中間車3両を増備した。これは10両編成を蘇生する5両プラス5両編成に中間車3両を組み込み10連貫通編成化し、そこから3両編成1本を捻出し、 これを北綾瀬区間列車用に充当することとなった。この北綾瀬支線開業時点では6000系一時、試作車を営業用に改造した6000体車と、前述の本形式を合わせた3両編成2本を、使用車両として、予備編成はなかった。このため、本線用の5両プラス5両の連結編成を3両プラス7両に蘇生変更し、3両編成を、 北綾瀬区間列車の予備車として使用できるようにした。その後、1981年初頭時における、千代田線用の5000系は10両編成5本、3両、編成1本の53両であった。そして、同年には、東西線の輸送力増強用として同線への転属を実施することとなった。このため、千代田線には6000系四字車を投入し、 千代田線用の本形式は、北綾瀬支線として使用される3両編成2本を残し、残る47両は、東西線へと転属させた。なお、転積時に本形式に搭載していた CS、ATC 装置、誘導無線装置などの機器は6000系40社に、一節改造を行った。千代田線北綾瀬支線開業に際して、千代田線用として実用化される。 電気紙直波制御の試作車として製造された6000、経営一時試作車は、当初、2社の直波装置と抵抗式制御装置を搭載していた。その後、北綾瀬市線車両として、営業運転を実施するにあたり、本形式と同一の台車、制御装置、ブレーキ装置などを搭載する改造を受けた。その後、台車は、 東西線で廃車となった SU 民電式 FS500 に A 型大車に交換されたが、同車は本形式の抵抗制御時代の走行機器を使用していた車両である。A 段地下鉄では定期的に車体の改修工事を行う方針で、特に規模の大きい改修工事と呼ばれる工事は以下の通りである。これらの改修工事は、東西線用は 深川工場内の車体更新修繕場にて施行されたほか、千代田専用は、綾瀬工場で施行された。CEO サム工事は、簡易化一工事で、床舗装修理、座席モケット、窓枠、車体各部の簡易補修などが実施された。この工事は、東西専用は1972年11月から、千代田専用は1979年11月から、 開始された。B オサム工事は、大規模改修工事で、車体、台枠、屋根をはじめ化粧板や、床式物交換、側出入り口修理、側扉交換など車体全般に及ぶ。東西専用において1979年7月から開始された。外観では三次車に合わせた箱型ベンチレーターに交換が実施されたほか、 路線識別体の再塗装などが実施されている。車内では化粧板や床式物の交換が実施されたほか、座席モケットの交換などが実施された。化粧板は初期試行者は原型の濃いクリーム色だが、1986年頃の試行者からは白色系のものを使用した。側扉は交換され、ステンレス車では室内側はステンレス無地のものとなった。 一方、アルミ車では6 0 0 0系の更新車用に準じた扉に交換され、ドアガラスは金属をさえ面、室内側は化粧板仕上げとされた。乗務員室では、改造や、室内の配色変更や、運転席背面窓が半分程度の高さに縮小された。特に1985年度施行者からは、側面と袋窓の閉鎖が、改修内容に加えられ、 外観に変化が生じた。改修直後は重量全車両が、飛袋窓なし編成も存在したが、0合系落成後の編成替え後は、飛袋窓あり、なしの混同した編成のみとなった。ただし、飛袋窓の閉鎖は、ステンレス車だけで、アルミ車の改修では、飛袋窓の閉鎖は施行されなかった。本形式はその時代に合わせて、 各種改修工事が施行されてきたが、比較的大きな改修工事を以下に述べる。なお、経年劣化による、台車枠の交換や保安ブレーキの新設などは、前述した。利線対策として5200系以外に5000型に搭載されていたパンタグラフは、1986年8月から、東西専用の車両で撤去された。1989年度からは、 保安性の向上を目的に JR 専用の保安装置を ATSB から ATSP へ改造する工事が実施された。床下では ATSP 制御装置の新設、運転台では ATSP 表示等を新設した。これに合わせて車掌台側に ATSP 解放スイッチ、列車番号設定機等の新設を行い、車掌台側の正面ガラス部にあった。 快速種別表示器は廃止され、全面方向膜に快速種別が表示されるようになった。また、同時期に電気連結器が撤去されている。本形式の5335号車では1979年7月から1981年5月にかけて、住友金属工業と共同開発した。 試作ボルスタレス台車 FS500A 型の走行試験を実施してきた。走行実績は、半蔵門専用の8000系において SS101 型として実用化された。1987年2月に本形式に、更新車両05系用として、採用を予定した1500ボルト用の高周波分、きチョッパ制御の試験装置の実車走行試験を実施した。 この制御装置は1988年に実用化に至ったが、日比谷線の更新車両 03K を先行して製作することになり、同社が先に落成した。1981年以降は前述の編成で運用されてきたが、東西線は混雑が年々増加し、輸送力増強に迫られていた。このため、1987年度に7両編成で、 運用している編成を重量編成化することとなり、不足する車両は1988年度の半蔵門線、半蔵門3越前間開業用の8000系重量、編成3本を前倒しして、東西線に搬入した。これは本形式が製造から20年以上が経過し、他路線では、電気市直波制御車をはじめとした。 新系列車両が導入されているため、旧式化した、本形式を導入するのは特策でないためである。この結果、7両編成10本は10両編成7本へ、組み替えられた。東西線全体ではこの時に5200系、5600系の電動車ユニットを電装解除し、付随車化した。合わせて、主電動機や空気圧縮機、電動発電機等も撤去された。 その他、中間車として使用される5000系、5800型は、運転台機能を停止させ、全面貫通扉と路線識別体を撤去したほか、連結ホロの接続と車掌台側に仕切り扉を設置し、列車間の通り抜けができるように改造した。当初は、丸の内1300系同様に運転台を完全に撤去し、中間車化することも検討されたが、 本形式では見送られた。その後、05系二次社以降の投入に伴い、最後まで残っていた7両編成10本は十両編成7本へと組み替えられた。最終的には十両編成42本が本形式の東西線における最終形態となった。アルミ車は十両編成2本に統一されているが、 アルミ車で余った5453号だけは車両数の都合からステンレス車編成に組み込まれて運用された。この全編成の重量編成化は1990年6月20日のダイヤ改正時までに実施された。東西線には1988年11月から後継車となる a 5系の製造が開始され、東西線の車両を冷房化は すべて0 5系の申請で対応する予定であった。しかし、東西線は車両数が膨大であること、この時点で5次車が車令10年程度であったこと、東西線の完全冷房化を急いでいたことから、本形式も4次車以降を中心に冷房化が施行され、継続使用されることとなった。当初の計画では重量編成16本が対象であったが、 有楽町先進線開業に伴う車両製造が優先されたことからさらに二次車を中心に追加の改造が行われ、1989年度から1994年度までに東西線用重量編成23本と千代田線、北綾瀬市線用の3両編成2本が冷房車となった。また、同年度をもって東西線、千代田線ともに、 全車両冷房化された。冷房改造後から廃車までは10から15年程度を想定したもので、改造費用を極力抑えたものとなった。このため、車体の補強を不要として、大規模な工事を必要としない、また冷房装置は軽量で簡易型のものを採用し、車内も冷房化に伴う改造は最低限の内容となった。 冷房装置は三菱電機製の集約分散式 CU-764 型で制御は単純な可働率制御方式とし、冷房能力は 24.4kW である。これは屋根の補強を不要とするため分散方式の冷房機を屋根上に2台搭載することとした。冷房装置の設置には屋根を切り欠き、取り付け枠をリベット止めし、 車内の冷房用ダクトも FRP 製の簡易式のものを天井に近づけてリベット止めしたものである。なお、同時期に車体更新 B オサム工事を実施する車両以外は内装の更新は省略された。この改造時に屋根状の通風機は撤去されたほか、二次車は軸流送風機を撤去し、扇風機に改造を実施している。 冷房装置搭載に伴うトンネル内の温度上昇を抑制する目的で、東西専用車については冷房改造時に制御装置を発熱量の多い抵抗制御から弱め開示が、無段階制御となる境点時点カレ時ジ制御に変更し、発電ブレーキも発熱量の少ない改正ブレーキに改造した。この改造に合わせて主制御機は、 アブフム -138 から 15MRH 型に回収されたが、2.3自社の主制御機は申請に近いものとなった。改造時に5 8 0 0系、5900型に三菱電機製の静止系インバータを搭載した。これは冷房装置5両分と、堺自転化レージ制御のレ時電源2ユニット分を供給要するもので、出力は199馬としている。 なお、北綾瀬市専用車は、地上区間でしか運用されないため、抵抗制御のままであった。このほか、同時期に、台車は、廃車となった、東西線車両から転用した SU 型民電式、f s 5 0 2 A 型台車へと交換された。スキンステンレス車両は、車体の老朽化等もあることから、6000系以降の車両に施行した、大掛かりな更新工事は施行せず、 置き換え時期を迎えた車両から順次廃車を実施した。前述した冷房化改造を施行した車両は引き続いて継続使用をすることになったが、冷房化改造対象から外れた車両は廃車、または東洋高速鉄道へ譲渡された。東洋高速鉄道へ譲渡する車両は、同線の開業時期の遅れから、永断地下鉄での廃車後は、各車区で保管され、 改造時期を迎えた車両から順次冷房化や改造工事を施行して同社に譲渡した。同社への譲渡は重量編成12本となった。詳細は東洋高速鉄道線形電車に記す。また、譲渡対象からも外れた重量編成7本は1991年3月から1994年7月にかけて廃車とした。なお、 東西線開業当初から使用されてきた一時車は、この時点で全車両が廃車とされた。この結果、1994年度末以降の東西線車両は、下記の通り、冷房系と本形式はほぼ半数ずつとなった。冷房化工事など事実上の延命工事を実施していた車両も、予定通り改造から10年程度を経た1999年度から、 廃車が開始された。この時に投入された 05K は80車として大幅なマイナーチェンジが行われた。同時期には東西線用のアルミ車6両が千代田線北、綾瀬支線へと転属された。その後、2003年度までに重量両編成15本が廃車された。そして2004年4月1日の低徳を 速度交通 A 段未営化による東京地下鉄発足時における東西線用の車両数は重量編成8本となった。この時点で在籍していた車両は車体前面、側面に設置していた A 段段賞 S マークは東京メトロハート M マークへと交換された。ただし、本形式の側面窓上部のマークは小型であること、また、 東西専用車両では乗務員室扉直後へのコミュニケーションマークの貼り付けは見送られた。その後は05系13次車の投入や有楽町線への1万系投入によって同線から転属した07系によって全車両が置き換えられた。これは2007年3月に東西線の保安装置は 開業以来の WSATC から新 CSATC への切り替えが予定されていたことから切り替えを前にした2007年3月17日が東西線における最終運行日となったこの時間によって同社はアルミ車100%を達成した2007年1月27日に深川車両基地で開催されたさようなら 東西線5000系車両撮影会工場、見学会では、同日時点で在籍していた第59編成、第90編成が05系、第2.43編成や、東西線転入直後の07系、第03編成とともに展示された。第59編成は、途中から、さよなら、東西線5000系と表記された特製ヘッドマークを、先頭車前面に装着し、 前述の通り同月29日から3月17日の最終営業日まで営業運転に使われた。また、イベント終了後に廃車が決定していた第90、編成は車内に開通式や車両の思い出を中心に東西線の昔の写真を展示した後、予定通りに廃車された。この他、このイベントを記念して特製の1日乗車券も発売された。 2007年12月15日に、あやせ車両基地で開催された、あやせ車両基地見学会車両撮影会では、5952回が、地下鉄、開業80周年記念ステッカーを、先頭車前面の車両番号オレートの下部に貼り付けし、自動洗浄機体験に使用された。ワンマン対応改造を施した、運転台長らく、 塩田線北綾瀬市線用として使用されてきたスキンステンレス車両は、車体の老朽化や、同線の新 CSATC 化を控えた1999年度に、車両の置き換えが実施された。これは、同年度に、東西線に 05K8 時車を投入し、余剰となったアルミ車重量編成1本のうち5、5 8 0 0 k 5 2 0 0 k 5 0 0 0系の6両を、年出した。 これを、深川工場において、千代田線用に転石改造を実施し、6両とも1999年10月、中旬に、公主車両輸送で、綾瀬建築まで輸送した。なお、余剰となったアルミ車4両と、旧北綾瀬支線車両6両は、廃車となった。この時に、アルミ車は、鉄くず価格の高騰から、営断地下鉄では、 特に何もせずに解体されて売却された。転籍に際して、昨日停止していた5951号5152号は、運転台設備を復活させたほか、5000型は撤去していたパンタグラフを復活させ、合わせて5200型とともに、シングルアーム式パンタグラフを設置した。運転台は、 千代田線用に合わせた設備とされ、同線用の新 CSATC 装置を搭載した。制御車の冷房電源は29馬の静止券インバータへと交換された。これらの編成は、東西線時代の1992年6月に、冷房化と点火レージ制御化、車体更新工事を施行していた。その後、千代田線北綾瀬支線ワンマン運転化を控えた時期に、 ワンマン対応改造が実施された。保安装置には自動運転機能を持つ ATO 装置を搭載し、運転台では防護無線機能不誘導無線装置の搭載や出発監視装置、ドア開閉スイッチや前明かり点滅制御機などが新設された。この他、乗務員室と客室の仕切り扉に電磁座上機能を追加、客室の非常通報装置は乗務員と、 相互通話が可能な対話式へと変更した。さらに、車体側面に、ホーム監視カメラを搭載し、誤動作を防ぐために、ホーム側の側窓を固定式に改造した。その後、北綾瀬支線は2002年3月23日から、ワンマン運転を開始した。このワンマン運転に対応させたアルミ車に編成は、 六千経営一時試作車車とともに2014年現在に至るまで北綾瀬支線において運用されていたが製造から47年経過していることから2014年4月28日から運用を開始した北綾瀬支線用に改造された例後 K に置き換えられ同年5月30日をもって引退した営業運転終了後に タモリクラブの収録で5951回がに往復運転された。廃車された車両は基本的に行徳建築にて解体処分され産業廃棄物処理業者を経て金属くずとして売却されている。ただしステンレス車に組み込まれて1993年に廃車となったアルミ車5453号車は A 段地下鉄と遮断法人。 日本系金属協会と共同でアルミ合金別に選別、回収、溶解の上、元のアルミ合金によみがえらせた。そして、霊語経営、第24編成の車対抗体部品や、車内の荷棚受け、釣り手棒受け等に、リサイクルされた。鉄道車両構え体のリサイクルは当時日本で、初めての試みだった。この時に、A 団はアルミ車体が、 熱や過重によって、どの程度傷んでいるのかを測定したところ、25年程度の、使用では補修の必要はないとの結果が出た。アルミ車のリサイクルや東洋高速鉄道への譲渡については前述したので、本節では省略する。トップナンバー車である5001号車は、日比谷1 3 0 0 0系3 0 0 1号車ともに、地下鉄博物館で、生態保存する計画があった。 このため、1991年3月の除籍後も、行徳建区内で保管されていた。しかし、日比谷線から長野電鉄に譲渡した3000系車両が、踏切事故で損傷し、3001号車は、その代替車として同車に譲渡されることとなったため、3001号車、譲渡決定後の1994年2月に5001号車は、解体処分された。 1990年代前半に廃車となった車両の FS502A 型台車などは千代田線北、綾瀬支線で運用されていた6000系一時試作車や5000系に転用された。このほか、FS502 系台車など部品の一部は大井川鉄道に譲渡されて使用されている。1994年7月に廃車となった5811編成のうち 5811号から5226号から5011号は新木橋 c r 内で構内の自動入れ替えシステム主権車両として使用された。その後、2004年度に解体された。2000年に廃車となった北綾瀬支線車両のうち5846編成3両は新木橋 c r 内で入れ替え車として使用されていたが2005年に解体された。 2001年に廃車された先頭車のうち5833号車の車体は後部から車両中ほどまでがカットされ江東区に寄贈南砂町駅の3番出口前にある新砂歩み公園に生体保存されていたが相次ぐ部品の盗難やいたずらなどにより外装や内部の破損や欠損が激しくなっていた2013年9月に 南砂町駅改良工事に伴い撤去された。2005年には廃車後に短縮された5847編成の3両が深川行徳料件尺の教習用車両に転用されて使用されていたが2007年に解体された。その後は5950編成の3両が教習用車両として使用されていたが2010年に解体された。 冷房改造車の廃車が始まる頃には、ナの鉄道との間に上渡計画が存在したが、同社側の計画変更により実現しなかった。しかし、置き換え末期の2006年になってから、インドネシアの鉄道会社である BT、ケレタ、API との間で、売却交渉が成立し、当時の東西線の在籍車は、ジャカルタ近郊輸送用として輸出されることが決定した。 5817以下の重量は、同年10月15日に、5816以下の重量は12月17日に、川崎市営埠頭へ運び込まれ、輸出された。2007年4月22日には5809以下重量も、輸出された。2019年現在、5951回が、綾瀬車庫にて、胴体保存されている。2005年末から、 東京地下鉄では、優先席付近の釣り革を白色からオレンジ色に交換を進めていたが、東西線用では全編成が交換されなかった。2006年10月に公開された映画、地下鉄に乗っての撮影のため、当時東西線に残っていたアルミ車編成が300、ガタをイメージしたラッピングに変更された。撮影終了後は元に戻されている。 1964年に製造された一時車を表記している。なお、編成番号は営業運転会指示のもの。1966年に製造された二時車を黒字で表記している。なお、編成番号は営業運転会指示のもの。以下は重量編成化後の編成を民営化時点で在籍していた、全編成と民営化前に廃車となった一部編成を、 記している。東洋高速鉄道に譲渡された車両は別行に、記す突起以外は2005年までに廃車。開業当時の5000系の編成を示している。2007年現在運行中の編成を示している。ありがとうございます。